ブックさん、ブックさん、元気じゃないですよね。はい。ということで、なんか、いろいろと大変なようで、まあそれでもまあ、あの、できてるみたいでね。<laughs> まあな、なんて言ったらいいかわかんないですけど、お大事に、いや、お大事に、なんだけども。<laughs> うん、まあでも、すごく、まあ今回で感じたとは思いますけど、まあ正直その、 うーんよほどのことがない限り、まあ、自宅で、ね、パソコン使ってなんか発信ってできるんですよ。よほどのことがない限りですよ。手術するとか、入院するとか、まあ、麻酔、点滴打つとか、なんかそういうことがない限り、まあ、できないことはないんですよね。ただし、これが、その現場に出社して働いてっていうものだったら多分難しいと思うんですよね。なので、まあ、本当のこのスキルを 今のうちにやっぱ付けといた方がいいと思いますけどね。うん。そう。だからまあ、パソコンの作業を問題なく行えるのは今のとこ行動していきますと。これが答えじゃないですか。うん。何を選ぶのか。これを選んだ方が良くないですか。うん。で、今やっぱ足りてない部分に関しては、やっぱりその、もう5ヶ月か。ドリア化に入って5ヶ月以上経って、えー、なんだろうな。 ちょっとスピードが遅いかな、というところですよね。だって情報発信に向けて準備をしましたっていう話じゃないですか。5ヶ月間準備っていうのはう、遅いのか早いのか。僕の基準で言うと遅いですよね。まあ、ブックさんの基準で言うならば早いのかわからないですけど、どうですかねこの基準は。5ヶ月間かけて準備した。じゃあ5ヶ月間かけて発信した。このペースだとすごく遅いですし、 うん多分人生変える、変えるまでかなり時間がかかると思いますよ。このスピード感覚だと。巻きでいかないと。まあ今はちょっと体がね、体調不良っていうことで、まあ難しいかもしれないですけど。うん。まあ僕はまあ、自由に今やってるので、まあ動画まあやってますけど、まあそうは言っても一日、まあ久保さんのリレーが結構あるので、荒れなかったら本当に暇ですよ、多分。 一日30分ぐらいじゃないですか、もしかしたら。やるの、ネットビジネス。今。正直。その、久保さんとのやりとりがなくて、あと動画1本。動画1本、ブログ更新1個だったら多分30分の終わりです。もう本当に。<laughs> 30分盛りすぎかな、1時間の終わりです。うん。で、販売に関しても僕も毎月販売4年してるので、まあ、結構早いんですよ、もう、もはや。 だ毎月商品販売するけれども、それに関してもかなりスピード早いので、まあ、まあ3時間、全部3時間ぐらいあればできるんじゃないかなみたいな。もちろん販売する上でプロモーション動画1本撮るとかね、そういうのは必要なんですけど、うん、まああと Q&A ですよね。あとこう結果報告に対してのワ,ワンツー動画とかは別,別で入ってくるわけですけど、じゃあ一日100件、あの、 結果報告があって100、100人ワンツードが取ってんのかっていうわけでもないですし、うんだ今僕は正直楽してますね。申し訳ないですけど。うん。だから僕を心配する必要性は、まあありがたいですよ。ありがたいですけど、僕を心配する必要性はゼロですね。ゼロです。余裕の酔っちゃうんですよ、僕は。 まあ唯一気になっ、最近ちょっと気になってるところがあるとするならば、あの、吹き出物が最近出るんですよ、ここら辺に。で、治ったなと思ったらまたちょっとここ出てきて、で、髭もね、剃るとね、痛いんですよ。こう血が出て。だからヒゲもあんま反れなくて <laughs>。げ剃るとね、痛いんですよね。この吹き出物、ニキビというか。それが最近、まあ、ちょっと1ヶ月前ぐらいにブワー出て、で、今治したんですけど、治ったんですけど、またまだ感知してないというか。 それぐらいですかね、今僕がちょっとこう、体的に困ってるところは。今のところは。うーん。まあ僕もね、あのー、どうなるかわからないですけど、だからどうなるかわからないからこそ、まあやれるときにはやっとこうということで、まあその、まあ絞れば1時間ぐらいでできるけど、絞ってなく、まあバンバンやってます。<laughs> 一応バンバンやってるっつってもね多分34時間だと思うんですよね4時間使ってるかな1日うーん8時間はやってないですね、うん、いや昔は超やってました昔は20時間とかやってましたけど20代の頃はね20代の頃は20時間とかやってましたけどうーん今はそんなに無理してないかなっていう感じですかねうんでも考えることは考えてますね どうやってキャッシュ作っていこう、どう売っていこうっていうのは常に考えてるので、ここは動かしてます。手は、なんか手が、手よりこっちの方が動いてるかな感じですかね。うーん。とは言っても、いくら考えてもやるべきことも僕もシンプルになってるので、まあ動画撮って商品売るだけですから結論。まああと教育して信頼作ってみたいな。だから集客、教育、販売。もうこれしかないですから。<laughs> まあドリアカでも言ってますけどね。集客、教育、販売。だからこれをただやるだけなんですよ。で、このやる、 でも僕はもうこれやり込んでるので、ここがもうめちゃくちゃ簡単にできるんですよね。ブックさんとかはここをまだやってないので、ここに対してめちゃめちゃ時間がかかると思います。いろいろとね。だから早く慣れていただくためにも、ある程度数こなしていく、早くバンバンやっていくっていうことが大事かなと思いますね。うん。まあ、あとね、なんかあの、二度メッセージ来るのは治りました。なんか今回来てないですよ。大丈夫です。はい。大丈夫でした。 部長です、はい、まあ、今はちょっとね、安静しないといけない部分もあると思いますので、ただ、ちょいちょいやっていきましょう。スピードはちょっと高めていかないと、ちょっと難しいかなと思いますので、はい、ブックさんの許容範囲でちょっとやってくださいはい。また報告、お待ちしております。